皆さんどうもピーマンです。今回俺と巨人の143日物語実況46回目になります。今回も阪神戦をプレイしていきます。3戦目になりますね。チームはここまで3連敗。このカードも1敗1引き分けという感じで来てる。まだ1勝もできてないからね。ゲーム差も現在1ゲーム空いてリーグ4位に転落しました。このまま終わるわけにはいきません。今回は必ず勝ちましょう。連敗4は俺は許せない。3は許せても4は許せないね。不吉な数字だ。今回の実況ではチームがピンチになれば私の出番だ。完璧に相手打線を抑えていく。簡単な話じゃないか。簡単ですよ。今日の先発はメッセンジャー VS オム林の高木です。君に決めた。んでベストオーダーはこんな感じだね。アンダーソン調子いいからな。今日はねどうしようかな。じゃあファーストの阿部を変えてキャッチャーにして、で、ファーストにアンダーソン入れようか。このペナントではもう阿部をね、積極的に使っていきますよ、キャッチャーで。アンダーソンどこで使おうかな。迷うな、アンダーソン。7番アンダーソンはもったいなさすぎるんで、どこ行こうかな。6番だ。ほんで、坂本を7番に落とそうかな。いや、もったいないな、それ。どっちにしよう。どっちにしようかな。いや、迷うな。じゃあ、もういいや。もういい、これでいき。オッケーオッケー。迷うからもうこれでいいんですよ。迷ったらダメなんです。やってきた。雨が降っとるやないか。不吉な一日になるか。いや、この雨がもしかしたら巨人打線を後押ししてくれるかもしれない。雨がね。よし、メッセンジャーから点を取るのは難しい。このせいで防御率で負け越してるのは非常にかわいそうに思えるけどね。オム林がどのようなピッチングをし、そしてメッセンジャーからどれだけの点を取るかだね。さて、立岡いきなり凡退だ。亀井はどうだ。いきなりツーベース間違いない。1点入ったね。ここから1点入らないということは考えられない。ありえない。巨人打線が嫌いになりそうだ。長野阿部連続凡退ですよ。誰か1人が打ってれば、亀井の走力を考えればシングルでも帰ってこれた。無駄だ。無駄なことをしたね。許せない、非常に。せっかく1回からメッセンジャーから点入れられると思ったのに。アンダーソンどうだ。おー、ファーボール。ほんで、坂本続け。坂本カモン。ファーボール来たー。どの上決めろ。レッツゴー。これですよ。もう、長野なんていらない。阿部なんていらないね。どの上がおればオッケーじゃ。来年5億払ったるわ。阿部の分払ったるわ。阿部今年給料なしね。頼むよ。給料泥棒。逃げんじゃないよ。どの上すべて払え。よしよしよし。ピンチを招きながらもなんとか抑えてるね。まず1点先制ですよ。阪神打線は今日はこんな感じか。どうだろう。マートンがいないからね、今。怪我してるっぽいんだよな。さて、阿部決めろ。阿部ファーボール。オードル行け。オードル。レッツゴー。俺が取った新外国人素晴らしいよ。レッツゴー。4点。メッセンジャーなんて。へでもね。はい、どの上。またどの上。オーマイガー、オーマイガー。メッセンジャーなんてもう血芸みたいなもんですよ。俺から言わせりゃね、気にするべきものではない。みんな血毛気にする？自分の血毛気にしたことある人手挙げていないでしょ？そんなもんです。俺からしたらメッセンジャーなんて。いや、巨人からしたらメッセンジャーなんて。血毛です。ランナー三塁ツーアウト、打ってくれよ。まあでも阿部は先ファーボール選んだからね。いいとは言えないよ。今日チャンスで2度凡退しとんねん。村田かな？どこぞで名前聞いたことあるな。村田、そんな人だったな。チャンスで凡退するやつは巨人打線いらないからね。よろしく。そんなやつは出て行ってくれ。どうした？アンダーソン怪我してるじゃないか。これだよ。今日打ってると思ったらこれだよ。じゃあね、代わりに井端入れてそのままファーストで使っていこうか。井端すまねえな。まあ、井端守備要員だね。今日はまだ一度もプレイしてないね。オム林が絶好調だ。一回くらいプレイしたいもんだよ。そのままもう井端をファースト起用ね。まあ、アンダーソン怪我っつっても、3日で復帰できるっぽいんで、使用できない怪我ではないのでね。3日間ちょっと能力が下がるパターンのやつだね。さて、オム林5回裏も抑えたね。俺の出番なしだな。ここまで俺の出番全くないよ。俺存在価値なし。え？頑張るね、オム林。でもオム林一回くらいね。まあ、この点差1回くらいちょっと任してくれても俺はいいんじゃないかなと思ってますけどね。いきなり打たれたね。1回くらい俺にね。おー、来た来た来た。坂本ショートエラーで、ようやく来ました。送球エラーでランナー1、2塁。
で、ワンアウトランナー、で、鳥谷ですね。お前、林、行こう、大丈夫。俺任せる。完璧に抑える。初球はスローカーブから入るよ。えい、スローカーブはもう、スローカーブじゃない。鳥谷は基本ここだね。低め投げときゃ抑えられる。はい、フォーク決まった。はい、グッバイ、鳥谷。阪神ファンにやじられながら帰れ。やじられろ。夜の三冠王ってやじられろ。さて、ゴメスだ。怖いバッターだよ。甘く入らないように。ストレートが得意なバッターなんで、ストレート、坂本ダイビング、取れない。ドノベ、レーザービーム。ナイス。まずいな、打たれたな。カーブ、甘く入っちゃったからな。ここで福留さん。おー、なんだこの成績。ホームランなしで打点は21打点。阿部よーし、岩田ね。よく取ってくれた微妙な当たりだったよ。レッツゴー。初めてのピンチは無事抑えることができた。さて、オム林はどこまで使うかだね。まあ、7回だな。ここまで球数60何球でしょ。あ、でも関東完封あってもいいと思う。大長野がソロホームラン。しかしだね。喜びはないよ。俺は手を挙げてガッツポーズすることはできないね。なぜなら最初のチャンスで打ってほしかったから。ここでのホームランは何の意味もないものだと俺は思っている。さて、坂本、原さんじゃないか。おいおいおい。とりあえず、オム林を使っていこうか。このイニングも。うん。7回の裏。7回の裏終わって、ちょっと、投球内容を見て決めたいと思いますのでね。まあ、でも、いけるでしょ。この点差だからね。まあ、多少の無理しても長いイニング投げてもらおうよ。さて、どの上は？ほんで、ちょっと待って。高木の打席で、投球内容。まあ、8回だな。投げれて8回だと思う。9回をちょっと任せるな。厳しい。完封いってほしいけどね。フォアボールで出塁いいぞ。はい、縦岡ヒット。ランナー一塁三塁。はい、亀井の犠牲フライで7点目。おいおい、やめたった方がいいんじゃねえか。阪神ファン泣いとるよ。おい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 。でも、やじりまくるよ、巨人ファンは。しかしだね、ピンチを招いたね。大丈夫かい？ノーアウトランナー二塁。いきなりツーベースか。で、オム林の体力は91球。大丈夫。とりあえずゼロでいこうよ。はい。西岡。西岡を抑えろ。レッツゴー。外に逃げるシュート。これも見てくる。ならば落とそう。レッツゴーグッバイ。鳥谷同様、フォーク投げときゃ抑えられる感じ。簡単な感じ。レッツゴー。そして鳥谷。先ほどは抑えたよ。ここではどうだ。やっぱこれだね。ここ投げときゃ打たれねえ。うわ、今いいコース決まった。理想的だね。これは無理から打ってきて、ファール。計算通りだ。あんなとこ打ってもヒットゾーンにはいかないことは分かってた。はい、三振、グッバイ、ベースボール、帰れ。阪神ファンにやじられながら、帰れ。ゴメス、先ほどはうまくレフトン持っていかれたからね。ここでは抑えたいとこ。外、ストレート。見せた後の、落ちまーす。うち落ちるね。内角えぐるシュート。はい、グッバイ、ナイス。これは打てない。ちゃっちゃと帰ってくれ、ゴメス。いいね。すぐ帰っていったい、ゴメス。素晴らしい。高めのシュート。あれは振っちゃうね。反射的に。人間である以上振るよ。あれ振らない奴は人間じゃないってことだからね。宇宙人だから。みんなも人間か宇宙人か見極めたいときはあそこに投げればいいんだ。さて、9回裏任せようか。高木に行ってもらおうよ。関東で行きたいもん、やっぱ。オム返し任せたよ。いける。全然問題ない。さて、もうまだ点入れるのか？もうやめたった方がいいよ。あ、そう。今日は打たなくていい。もう。さて、オム林頼むよ。はい。あと2アウト。はい。あと1人。レッツゴー！オム林完封勝利。素晴らしいピッチングだ。そして打線もよく打ってくれた。はい、この阪神戦、まあ、3位攻防戦だったんですけどね。1勝1敗、1引き分けで幕を閉じます。連敗も3でストップですね。今日完封、オム林ほんと素晴らしいよ。連敗ストッパーだね。ありがとうと。ありがとうとオム林に伝えたいですよ。ありがとうって伝えたくて、あなたを見つめるけど、レッツゴー。で、アンダーソンがちょっと怪我したのは痛いけどね。今日の打線はこんな感じだ。よく打ってくれましたね。ただ俺はやっぱ長野と阿部に怒りを覚えたね。ルーキー登板、いきなりチャンスで打たないっていうのは俺はダメなんじゃないかなと思います。思いましたけどね。アンダーソンは素晴らしい活躍だった。ほんで、オム林は9回投げて無失点。防御率も始める前は5点台だったんだけどね。一気に4点台まで落ちたよ。
お、初完封か。イエーイ、完封勝利、レッツゴー。メッセンジャーなんてもういいね、カモだね、ほんとケツゲーだ。気にするべき存在ではない。アンダーソン、プレー中に足を痛めた、若干違和感が残っているという報告がありました。だからしばらくは代打だね。また怪我が治るまでは無理はさせないでおこう。ほんで3位浮上ですよ。よかったよかった。また再び3位に戻りました。はい、てなわけで、実況3回にわたってきた阪神戦はこれにて終わりにしたいと思います。またリーグ3位に戻りましたね。ただ現在まだ借金が2位ありますから、これを返済していかないとね。次回からは、中日戦が始まりますよ。次回の実況もお楽しみに。じゃあグッバイ、また会いましょう。